も皆様一度挨拶だけを返しましょう。皆様改めましてこんにちは。はい、ありがとうございます。さあ、拙者は名古屋城よりやってまいりました、名古屋おもてなし武将隊陣笠隊のトーマと申します。本日はよろしくお願いいたします。さあ、改めましてですの、我ら名古屋おもてなし武将隊、日々名古屋城を拠点に活動しておるのですが、こたびはですの、この宝来寺さんのもみじ祭りへとやってまいりました。わし、こちら一度ね、以前やってまいりましてですね、宝来寺さん登ってまいったんですけども、こちらわしらのこと初めて見たよという方いらっしゃいますか？見たことないよという方、あ、こんなにいらっしゃいます？まことですか？一遍も見たことない。あらあらあら、まことですか。では拙者のきっとね、説明オーバーさせていただきましょうかの。先ほども申しましたように、名古屋おもてなし武将隊と申しまして、名古屋城を拠点に日々活動しておりまして、我らはですの、織田信長様をはじめ、豊臣秀吉様、徳川家康様、前田利家様、加藤清正様、前田慶次様、そして我らのような足軽陣笠隊嫁計10名にて戦場を駆け回っておりまして、こたびですね、何故やってまいったかと申しますと、我ら今年度よりですの、地元愛プロジェクトとなる計画がございまして、この名古屋そして愛知東海地方の魅力を伝えるべく、我ら10名がですの、それぞれ様々な活動をしておりまして、織田信長様でございましたらサッカーチームございますの名古屋グランパス、そちらの宣伝隊長をいたしておりましたり、豊臣秀吉様でしたら小学校に回ってですの、お子たちに実際に秀吉様本人が教える歴史授業というのを行っております。また徳川家康様なんかは名古屋駅周辺に遠藤寺商店街というものがございまして、そちらにて遠藤寺幕府というものを開かれてですな、開かれまして、そこで縁結びというですな、新しい名古屋飯の開発を行いまして、この地域活性化というのを行っております。そんな活動をしておりまして、拙者足軽のトーマーですの、この東海地方の山々自然の魅力を伝えるべくに、この立ち上がりまして、たくさんの山々ござるのを、このわしが持っております太鼓を背負って山登りをいたしまして、写真とともにこの山の魅力を伝えればなと思いですの、やってまいったわけでございます。宝来寺さんもですの、もうわし先日、あれ何月頃じゃったかな、6月頃ですかの、6月頃にもういっぺんね、登らせていただきまして、あの1425段もある長い階段をですね、太鼓しょってえっちらおっちらと登ってまいったわけでございまする。あー、ありがとうございます。まあわし体力だけにはね、自信がございますゆえ、そのようなね、活動もできてまいりますが、さらにはですね、またわしは月1ほどに山登りをいたしておりまして、これまでにですね、5つ山登ってまいりました。愛知県で申しますと、こちらの宝来寺さんでございましたり、茶臼山、はい、ございます。そして岐阜で申しますと、金華山、あと金華山というのがね、ございまして、あとは御嶽山というのも登りましたの。さらには三重県で申しますと、御在所岳や国見岳という山々、皆さんご存知ございますか？国見岳や御在所岳はね、全国的にも有名ではございますが、国見岳というね、山もござるよっちゅう、いろんな山々がござるわけでございます。そんな山々の魅力を伝えるべく、拙者はこのように太鼓を背負って写真を撮りつつ山登りをいたしておりまして、そんなですね、我ら名古屋おもてなし武将隊は戦国のより蘇りし物の不集団でございます。我らですね、この戦国の世を生きた熱き魂も伝えてまいらなければなりません。それとですね、山登りどういった関係があるのかなという方もいらっしゃると思います。ですがですね、いろんな山にですね、歴史的な逸話も多く残っております。こちらのですね、宝来寺さんも歴史的にゆかりのある地でございまして、かの有名な徳川家康様いらっしゃいますの。徳川家康様がお亡くなりになられた後にですね、
徳川家光様、三代将軍家光様がですね、徳川家康様を弔うためにこちらの蓬莱寺さんにも東照宮というものを建てられました。東照宮といいますのはね、家康様をこう弔って祀るために建てられるものでございますが、こちらいろんなところに東照宮ございます。一番有名なのは日光東照宮、さらにはですね、久野山東照宮なんてのもございます。そんな東照宮がこちらの蓬莱寺さんにもござり、家康様とも縁深き場所となっております。さらにはですね、拙者が数々行ってまいった山々にもこちら歴史的な逸話がござりましてですね、拙者が行ってまいりました国見岳というものがございまして、こちらはですね、なんとかの有名な織田信長様が初めてですよ、初めて日の元でスナイパーに狙われた場所と言われております。こちら皆様ご存知でしたかな。当然知らんはずでしょう、国見岳知らんのですからな、当たり前でございます。こちらはですね、国見岳というのは御在所岳のお隣にある山なのですが、こちらの国見岳の石谷登山道というものがですね、旧千種街道という、こちら歴史的にずっと続いておる街道の一部となっておりまして、この千種街道にですね、織田信長様がちょうど金ヶ崎の戦いという、こちらはですね、戦いがあった後にちいと京へ逃れる時に使っておった道でございまして、その時にですね、杉谷善寿坊という鉄砲の名手がおりまして、その鉄砲の名手がですね、街道で待ち伏せしておったわけでございます。このように待ち伏せしておって、信長様がですね、まあちいと 2,30 メーターばく離れたところを歩いておるところを狙い撃ちしたわけでございます。幸いですの、こちら信長様弾はかすめただけですの、大事には至らんかったわけではございますが、なんとですの、その善寿坊というものはこの初めてスナイパーで信長様を狙ったものだと言われておりまして、まあ命には別状なかったものの、そのかすめたことに激怒した信長様はですの、そのものを捕らえようというわけでですの、えらいもう包囲網を敷きましてですね、その後日杉谷善寿坊という鉄砲の名手を捕まえたわけでございます。その善寿坊ですが、なんとえらいひどい残虐的な処刑のされ方をしておりましてですね、このようにですね、土がございます、それを掘り返してまず体だけ埋めてまうんですな、首だけ出して、そして埋めた後にですね、まず竹の粗いノコギリを作るんですよ。竹を切ってですね、目の粗いノコギリを作りまして、それを道端に置いておきます。そして通りかかる通行人通行人にですね、この竹のノコギリでなんと首を切らせるんですよ。もう首だけで取りまして身動きは取れません。そして竹の粗いノコギリということで切れ味も悪い、なんとですね、生き地獄をずっと味わいながら死んでいったという恐ろしい処刑方法が行われたという、こちらはまあ織田信長様のね、ちょっと残虐な性格というか、信長様の命を狙った者にはこういった処罰が下るんだぞという、信長様のですね、人の大きさという申しますか、威厳ですかの威厳を表したこういった逸話もございます。さあそしてですね、私はですね、こちら太閤書店もおりまするが、もう一つ山登りのですね、目標がございます。1000枚の自然写真の撮影ということでですね、まあちと写真と申しますと戦国の世にはなかったもんですで、ちとね、わしも手習いがいりましたがですね、なんと立派な、あ、今持ってわ、あ、今持ってわ、ちょっと持ってまいります。このようにですね、写真機を手に取り、自然写真の1000枚の撮影というものも目標に掲げておりまする。このようにですね、チートした自然写真をね、今までもう撮ってまいりまして、かなりの数撮ってまいりました。なのでですね、チート写真の腕も上がったかと思います。ということでですね、チート皆様にですね、これからね、行かれる方もおるかと思いますゆえ、チート写真のね、撮り方のアドバイスっていうのも行ってまいりたいと思いますね。まずですね、写真、こちら
普通にですな、パシャッと取る分にも構いませんがですな、いくつかね、注意していただきたいところがございます。まず一つ目に注意していただきたいのが、こちら山登りに行く際にはですね、山中で取ってはですな、これどこの山じゃったかな、見てもわからん時がございます。なのでですね、こういった山々に行く際はですね、必ずまず下調べしていただきまして、山の見どころをこちら調べていただきたいと思います。こちらのですね、蓬莱寺山でございましたら、まず最初にございますは石段にございます。1425段もござる石段がございまして、さらには石段の途中にはですね、さまざまな石像も、仏様石像もございますね。そちらをですね、こちら背景にいたしまして、石段と石像と自分というようなこちら絵を作っていただきまして、パシャリと写していただくことによりですの、あ、これは蓬莱寺山行った時じゃちゅう目印にもなるわけでございます。そしてですね、こちら、まあ、自分を撮る分にはそういった形で撮っていただければ構いませんが、山を撮っていただく場合、こちら皆様もご覧ください。見渡す限り山々ございますの、そういった山々を撮っていただく際にですね、拙者が一つ格言として持っておりますが、構図は引き算、要素は足し算ということでございます。こちら何かと申しますと、構図というのはですね、まあこのようにカメラを覗いていただいた際に見た時、見たところ、さらには画面に映るところ、こちらが構図にございます。それをですね、まあ、例えば申しますと、こちらから皆様のようにバッと見ていただきましょう。このように山々の木々とこちら建物が映りますの、このいった場合ですと、建物と木々という、そして空という構図になりますな。ただこちらをですね、このように1枚切り取ってしまうと、ただただ面白みのない写真となってしまいます。そこでですね、構図は引き算、こちらの言葉を思い出していただきまして、何か一つを削ってしまいます。例えばですね、空と木々を写したい場合ですと、建物はほんの一部、もう瓦の上の部分だけでも写すぐらいでいいんです。さらにはですね、木々と建物を強調したければ、空はもうほんの少し画面に入れるだけで結構でございます。このようにですね、構図は引き算ということで、まあ、どれかですね、入れたい気持ちは分かりまする、全部入れたい、風景を収めたい、そんな気持ちは分かりまするが、地図一つだけでも構図から削っていただくだけでですね、写真に違いが出てまいります。さらに次の言葉、要素は足し算、こちらはですね、構図が決まった際にですね、画面に映し出されておる中で1つ2つ3つと際立たせたい要素をですね、まず見ていただきまする。こちらでございましたら、まず目に映るはこちら、まあ木々の緑、青さ、さらにはこの建物のですね、この瓦の風格、そういった要素をですね、皆様の観点では構いません。こちらの観点でですね、どれが A 要素かというのをどんどん足していきます。それを引き立たせるようにですね、構図をまたちょっとだけ変えていただくなどして、要素を足していくことによって、この素晴らしい写真が出来上がってまいるという、こちらですね、拙者が掲げる、写真を撮る際に掲げるですね、シートした格言として皆様にも持っていただきたいと思います。構図は引き算、要素は足し算という、こちらね、ぜひ覚えておいていただければ、皆様も今後写真撮ってまいる上で、えらい腕上げましたなって言われる写真が撮れるかと思いますゆえね、ぜひともこちら心の隅にでも留めておいていただければなと思います。さあではですね、シートをわし接続、こちら太鼓を担いで太鼓叩いとるよということではございましたが、まあいつまでも話しとってもね、つまらんということで、太鼓叩いてまいりまい、参りたいと思いますゆえ、シート皆様、太鼓叩いてまいりますゆえ、ぜひともお聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。
笹隊トーマが皆様ここに集まりし皆様と共に楽しんで参るために太鼓を打ち鳴らしたいと思います。存分にお楽しみくださいませ。よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。皆様お聞きいただきましてありがとうございます。さあこたびはですね、拙者トーマがこの蓬莱山のもみじ祭りへとやってまいりましたが、我らはですね、東海地方をいろんな戦場を駆け回っております。しかし我らの拠点としておるは名古屋城にございますので、皆様もですね、こたびはこちらで存分に楽しんでいただきまして、また後日ですね、我らがいらっしゃいます名古屋城へとぜひともね、お待ちしておりますゆえ、名古屋城にてまたお会いいたしましょう。それではですね、本日は誠にありがとうございました。新潟隊のトーマでございました。ありがとうございます。さあ、この後もですね、皆様、存分に会場内をですね、楽しんでいただきますよう、お願いいたします。拙者もですね、ちっとぐるーっと回遊してまいりますゆえ、共に楽しんでまいりましょう。誠にありがとうございました。せっかく準備したのを使うの忘れとった。